ところで中井さん、はい、牛タンは好きですか？ああ、大好きですよ。うん、牛タンということは次のうまいもんは仙台からですね。いえ、違うんです。実は、はい、北海道からのお取り寄せなんです。北海道の牛タン楽しみですね。数々のうまいもんを発信する北海道で今話題の人気店、創作市場石田屋。北海道旭川で創作料理居酒屋を営み、地元のみならず全国にもファンを持つ石田屋の渾身の力作がこちら、牛タンの柔らか煮。12年前のオープン以来、数々の食通を虜にしてきた石田屋の看板メニューとして君臨。箸で切れるほど柔らかく仕上がったこの牛タンは、石田屋秘伝の甘辛い醤油タレでじっくり煮込み、しっかりとした味付け、そして絶妙な歯ごたえを保ち、食べた瞬間口いっぱいにジューシーな旨味とさっぱりとした脂が広がり、あーたまらない。これなら子供からお年寄りまで幅広く楽しめるはずです。スタジオのお二人も待ちわびた様子ですよ。こちらが石田屋の牛タン柔らか煮ですよ。はい、この香りが食欲をそそりますよね。ではいただきます。どうぞ。はい、お箸で、お箸でも切れますよ。では和がらしを少しつけまして、うわ、柔らかいです。おいしい。わあ、このタレもしっかりと染み込んでいます。和がらしのツンとした辛さもこの牛タンに非常に合いますね。おいしいです。このようにじっくり煮込んだこの牛タン柔らか煮なら、お子様からおじいちゃんおばあちゃんまでご家族みんなで楽しめますよね。そうですね、柔らかいので皆さん楽しめると思います。皆さんもぜひご自宅で味わってみてください。うまいもん発信地北海道旭川で今話題の人気店、創作市場石田屋が絶対の自信を持ってお届けする看板メニュー、牛タン柔らか煮。その柔らかさと絶妙な味付けは他では絶対に味わえない絶品です。気になるお値段は番組価格5500円でのご提供です。しかも今回は牛タン柔らか煮と並ぶヒット商品、石田屋の特製レシピで煮込んだ牛タン佃煮もご用意。牛タン柔らか煮とやみつき必至の牛タン佃煮をセットにして大変お得な特別価格6000円でのご提供です。北海道が生んだ誰もが認める美味しさ、ぜひ一度お試しを。お求めはフリーダイヤル 0120-360-064 まで。お電話お待ちしております。